君がしね、今回はメイペルのここの戦闘最初の方でミスしまくるとなんかバッドエンドがあるらしいので見ていきたいと思います。こういうところにもまだ俺たちが気づかないところで細かいストーリーがあったり設定があったりね、作り込まれてるよね。なぎ大先生さすがです。はい、ということでいきます。まあことごとくミスしまくればいいって言ってたから、カードを抜くところをミスすればいいんじゃないのかな。多分まだ俺も見てないんだよねこれ。情報だけ知ってるんでね、教えてくれた人ありがとうな。さら攻撃をかわした。怒ってる時に背中を見せたら危ない。いたた、ランバルがね守ってくれるのがね男らしいよね。泣き始めたぞ。これで意見を採用する。でこれでまあ助けを呼べるでしょ。おー大丈夫ない、外に伝わったんだ。外の奴らがドアを開けてくれるって信じよう。俺たちは背中に差し込まれた ID カードを手に入れる。でこれでひたすらミスしまくればいいらしい。笑ってるよね。これでチャンスだけども、ここで、抜き取る。でボタンが出てくるから、全く関係ないボタンを押せばいいんでしょ。強引に抜き取るってやってみる。押さずに ID カードを抜く。抜けんのかな、不気味だ。押さずかに ID カードを抜く。しかしカードは抜けない。あ、やっぱ押さなきゃダメなんだね。ダメだ、一度メイプルと離れた方がいい。さら、もしかして緑の本を読めば何かわかるんじゃねえか、攻略法。メイプルは怒り出した。返せ返せ返せ。やっぱり怒り出したぜ。じゃあこれもう一回、もう脳筋プレイだからね。サラちゃんたまに脳筋になるからね。さっそうとカード抜きに行ったね。足を使ってメイプルの背後を狙った。うろうろするな、サラ。からかっている。メイプルの背中が黒に何かが飛び出した。あ、やばい。おー、危ない危ない。ランマルが投げた椅子が当たり攻撃がそれた。ランマルマジ有能。ランマルうざい、許さない。まずいまずい、ランマルが。まいったぜ、こりゃ。あー、泣き出しちゃった。なんてひどいよ。さすがにちょっと罪悪感だな。よし、抜くぞ。もう、何回でも引き抜いてやる、強引に。ガチャ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 って、ガチャガチャガチャって何回もやろう。どうする、もう押さずにカードを抜く。もうガチャ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 ってね。もう壊れちゃう、壊れちゃう。ダメだ、一度メイプルと離れた方がいい。緑の本に書いてあった弱点のヒントを思い出すんだ。ランマルも激怒。黄色は喜び、赤は怒り、青は悲しみだろ。つまり強引に引き抜けばいいと。だったらメイプルの感情と同じ色のボタンを押せばいいんじゃねえかな。ここまで失敗する人そうそういないだろうけどね。これ回収できた人ね、さすがだよね。ちゃんと失敗しまくってさ、ね、わざとやってすげえと思う。よし、これも強引に引き抜くよ俺。まさかここにね、スチルがあるとは思わないもんな。もうね、多分ね、回収し慣れてる、そういう人が。ここになんかスチルの匂いを感じるって言って、きっとね、何回も失敗したんだと思う。ダメだ。ランマルもさすがに激怒なんだけど。もういい加減にしろよって思ってそう。あ、やばいんじゃない?そろそろ。どうして奪う?ひよりくんを私から。さら、どうせ危害は加えられないと思ってる?え?消えてしまえばいい。サラもランマルも。どうなるこれ。メイプルの背中から黒い何かが伸びた。ふっ。あ、え、なになになに、黒い何かが天井を貫いた。新パターンなんだけど、攻撃パターンが。あ、え、サラ。ちょっとちょっとグロいんだけど、頭が痛い。何かが頭から顔を伝って流れていく。血だ。今、天井が落ちてきたのか。おい、サラ、サラ、サラ、熱い、割れるように頭が痛む。ダメだ、死ぬな、死なないでくれよ。ランマルの声がこもって聞こえる。死ぬのか、嫌だ、私はまだ、まだ。これが脳筋になった結果ってことか、サラちゃん。ってことで、今回はメイブル戦の、選択肢ミスでしたね。ちょっとグロかったね。びっくりしちゃった。はい。それでは、シアンでした。みんなも、君がしね、プレイしてみてはいかがでしょうか。概要欄にね、なぎ大先生の YouTube チャンネルと、君がしねの URL あるので、チェックしてください。それでは、シアンでした。またね。